新しい感じしますね、やっぱり。デジピからこの音がすると。いいんじゃないですか。気持ちいいですね。ボリュームもここで瞬時に分かりやすいですよね。こういうふうにつまみが見えるというか。ちょっと激しいパッセージとかになると、まあ下げ目にして。持続音だったら、まあ とかそういうのがパパッとできるのはいいですよね。いつまでも気持ちよく弾いてられる感じ。やっぱりこの音色のね、セッティングストアされてるものがこうやって見ながらっていうのは、実際やっぱり安心はするんですね。実際にプレイしながらでも、これでエンターしない限りは同じ音色で弾き続けられますので、分かりやすいってことが一番ありがたいですかね。特にその暗いステージ上とか、どういうセッティングになってるかで、ここでまあボリュームが実際どれぐらいですよっていうのは光で見えますし、こういう階層に行かないっていうのはとてもいいんじゃないかな。あとリバーブディレイっていうのも、これで簡単にオンオフができるっていう、やっぱその思いにすごくちゃんとついてきてくれる、やっぱ反応がいいというか、生っぽさ、やっぱ自然についてきてくれる感じが。プレイヤーとしてはすごく盛り上がれますね。